泣きのデブソンだよ。はい、はい、ソンチャンネル。ショート動画見たんだよ。サトルとサトルっていうのと出てると。飯田さらしてんだよって言ってるショート動画があるよ。でそれ見た時に、飯田が、ね、ケイブ君と一緒に撮りたいって言ったんだよ。で、YouTube をテレパシーでだけどね。じゃいちいちムカつくんだよってデブソンが言ったんだよ。ね、所沢のデブソンだよ。で、やられたんだよ。サトルっていうのが。誰が犯人か分かんないって、悟るっていうのもなんか、動画上げてたけど、誰か分かると思って。ね、あんな直近で、昨日かなんかに、デブソンと、所沢のデブソンと一緒によ、ね、飯田探してんだよ。飯田出てくれよ、俺ら逃げてねえで、とかって言ってんだからよ。ね、誰にやられたか分かんだろうって。もうみんな言ってるよ、お前テレパシーで。聞こえてる人間もいますよね。小山がさ、なんかさっきライブやっててさ、なんか悟るくんがやられたのが、俺のせいだとか、なんかわけわかんないこと言ってくからさ、あいつほんと頭おかしいんじゃねえの。勘違いすんじゃねえぞ、この野郎。お前何がテレパシーだ、何が裏テレノだ、お前本当によ。お前よ、病院入ってるの。お前もうシャバにいちゃいけねえ人間だからよ、小山お前は。なあ、こっちもよ、もう徹底的にやるとこの野郎、お前。これはエンタメ？エンタメじゃねえよ。俺はもともとエンタメだからやってんねえね、最初から。今日はね、小山慶吾くん。ケイゴブラザーにちょっと言いたいことがあるよ。いやーなんかちょっとちらっと聞いたけど、俺がパクられないようにいろいろなんかテレパシーを使って動いてくれたらしいじゃん。やっぱあんたすげえよ。ケイゴブラザーのおかげで、テレパシーのおかげで俺は未だに無事だよ。もしかして俺が今何者かわからない組織に狙われてるっていうのも、ケイゴブラザー、まさかあんたがそれも守ってくれてるのかな。だとしたらあんた最高だよ。テレパシー最高だよ。お前何がテレパシーだよ。お前何がテレパシーだよ。小山慶吾くん、さすが。俺はリスペクトしてるよ。本当にどうもありがとう。これはエンタメ？エンタメじゃねえよ。俺はもともとエンタメなんかやってんねえね、最初から。